ロバート・ザ・デ・ビルは、イギリスのサラブレットである。19世紀の専門家による投票では、19世紀の名馬ベスト10位に選出された。特に3歳児には、当時ヨーロッパ最高賞金のパリ大賞店をはじめ、イギリスのセントレジャーステークス、ロシア皇太子ハンディキャップなどの高額賞金競争を勝ち、この年のヨーロッパの最良の3歳母場となった。 ロバートザ・デビルとベンドアは宿敵としてよく知られており、5度の対戦でロバートザ・デビルが3回勝っている。なお、公式記録ではロバートザ・デビルはダービーでベンドアに敗れて2着に終わったことになっているが、後世の研究でこの時ベンドアには重大な不正があったことが確認されており、ロバートザ・デビルは本来は優勝馬となるべきであった。種ボバとしてはそれほど成功しなかった。 ロバートザ・デビルとベンドアの父兄はいずれもストックウェルに行き着く。ストックウェルは1860年代にイギリスの種ボバチャンピオンに7回輝き、その子、ブレアーソールも1870年代に4回種ボバチャンピオンになっている。ベンドアは A ・ダービーバ・ドンカスターの子であり、ストックウェルの孫にあたる。一方、ロバートザ・デビルはストックウェルの彦にあたるが、 こうした華々しい系統からは、外れていた。祖父のザ・デュークは、グッドウッドカップに勝ち、アイルランドのダービー勝ち馬を二頭出していたが、当時のアイルランドは、イギリスの一地方に過ぎず、本場で通用しない、二流馬が出るような田舎競馬に過ぎなかった。父馬のバートラムも1872年に、キングズスタンドステークスを勝った程度の短距離馬だった。ベンドアを生産したのは、 最高格の貴族である、ウェストミンスター公爵で、その母馬は三冠馬ロードリオンのおばにあたる血統を、ということになっている。一方、ロバートザデビルを生産したのは、チャールズ・ブリューアーという賭博士だった。母馬はバートラムを交配される前年は死産で、キャストオフという名前の通り、ケンブリッジシャーのソヘーム近くの湿地帯で野生馬のように、ほとんど放置されて飼われていた。ロバートザデビルは、 対抗16.2ハンドと大柄な影馬に成長し、激しい気象の持ち主だった。ロバートザデビルを描いた絵をよく見ると、前へ出ようとする気象が強すぎる馬を抑え込むために、用いる第六を装着していることがわかる。19世紀にはしばしば用いられた到落だが、現代の平地競馬ではほとんど見られない。場所のブリュワー,ーは、ロバートザデビルを、 ニューマーケットのアッパーステーションロードに旧車を開いていたチャールズ・ブラントン調教師に預けた。出走させる際の登録上はブルーアーの名義だったが、実際にはロバートザ・デビルの権利の半分をブラントン調教師に売り共有場となっていた。場名になっているロバートザ・デビルというのはもともとは中世ノルマン人の伝承で自分が 悪魔の子であることを知った騎士の物語である。少なくとも13世紀の文献にはこの説話が登場し、一説では悪魔公と呼ばれたロベール一世がモデルとされている。この伝承をもとにして、1831年にジャコモ・マヤアベアがオペラ、悪魔のロベールを作った。このオペラに登場するロベールの本当の父が悪魔・ベルトラムという。 本場の父馬の名前がバートラムである。本説では出典に基づき、イギリスの貨幣の単位として、ポンド、ソブリン、ギニーを用いている。本記事では100ギニーイコール105ポンドイコール105、ソブリンに相当するものとして通算しているが、ロバートザデビルが現役の19世紀後半は現在とは貨幣制度が異なるため、単純に換算できるとは言い切れない。 詳細は、イギリスの紙幣と効果の一覧などを参照。フランスでの賞金は本来は、フランスフランだが、出展に従って、ポンドに換算して記述している。ロバートザデビルは2歳児に2戦しかしていない。2戦ともかって2279ポンドを稼いだが、そのうち2067ポンドは7月下旬のデビュー戦、グッドウッド競馬場のラスメモリアルステークス優勝で、 獲得したものである。このグッドウッド開催で、ベンドアは、主要に再戦の一つ、リッチモンドステークスに出走して優勝しており、これを含めて、ベンドアはこのシーズン5戦五勝5の成績を収めた。一方、ロバートザ・デビルは主要な2再戦には全く出走せず、秋にニューマーケット競馬場で、ファーストオクトーバーステークスという賞金百十2ソブリンの賞レースを勝っただけだった。 イギリスでは冬の間は平地競馬は行われないが、翌年のダービーなど大レースの前売り馬券は早くから売りに出される。早ければ早いほど馬の実力や相手関係が未知数だし、その馬がダービーに出走するかどうかさえわからないが、その分だけ高い倍率で馬券を買うことができる。この世代のダービーの前売り馬券の一番人気になったのは五千無敗のベンドアで、 8倍の倍率がついた。ついで、最も重要な二歳戦である、ミドルパークプレートの優勝が某デザート9倍になったが、ロバートザデビルは、主要二歳戦に出なかったにもかかわらず注目を集めて、おり、これに並んで9倍だった。ロバートザデビルは、オフシーズンの間も、ダービー有力候補として、注目を集め続けたが、とりわけ競馬関係者の中で広く、人気を集め、 シーズン前の3月6日の時点で前売り単勝馬券の倍率は約7.66倍になったと報じられている。ロバートザ・デビルの3歳初戦は4月13日のニューマーケット競馬場でのバイエニアルステークスで9等中一番人気になった。騎手はトム・キャノンである。しかしロバートザ・デビルは非常に激しい争いの末にアポロという馬に 頭差で破れた。アポロの負担金量は、ロバートザ・デビルよりも4ポンド、軽かった。この敗戦を受けて、ロバートザ・デビルのダービーの前売り馬券の人気が下がり、倍率は13.5倍にまで上がった。ダービーの激戦この年のダービーは、後世に、クラシック競争史上、最も激しかったレースの一つに挙げられている。5月26日に、 エプソム競馬場で行われたダービーは、好転のため非常に硬い馬場になり、怪我を恐れて、出走を取り消すものが多く出た。最終的に出走したのはわずか19頭に、減ってしまった。出走馬が少なかったにもかかわらず、競馬場には大観衆が詰めかけ、パドックを大観衆が取り囲んで、馬が移動できなくなったり、観衆が走路にまで溢れ出したせいで、 レースの発送は予定時刻より1時間余り遅れた。フレッド・アーチャー騎手が乗るベンドアが単勝3倍の一番人気だった。アーチャー騎手はダービーの1ヶ月前に右腕の筋肉を馬に食いちぎられるという重傷を負っており、まともに騎乗できる状態ではなかったが、医者を欺いて騎乗にこぎつけた。アーチャー騎手は腕を鉄板で固定して臨んだが、そのせいでベンドアは 他の馬よりも1ポンド重い金量を背負ったことになった。イーロシター機種が乗るロバートザ・デビルは単勝8倍の2番人気となった。ロシター機種はロバートザ・デビルをうまく発馬させすぐに2番手につけた。一方のベンドアは後手を踏んで後方からの競馬になった。ロバートザ・デビルは順調に先行した。他の上りよりも無難にこなし、 最終コーナーを回って直線に入る頃と戦闘になった。ベンドアの方はスピードがつきすぎてコーナーをうまく回れずナイラチに激突しそうになった。アーチャー機種は片足をベンドアの首の上に乗せて何とか難を逃れたが無知を落としてしまった。残り200メートルというあたりでロバートザデビルは一頭だけ抜けた戦闘になり観客にはロバートザデビルの勝利は 間違いないと思われた。しかし、ロシターキシは、ライバルのベンドアを見失っており、余裕がありそうだと考えた、ロシターキシは後ろを見回した。この時、アーチャーキシは、ベンドアを片腕で挙して徐々に進出させ、すでにロバートザデビルのすぐ後ろまで接近していた。ロシターキシが油断した隙をついて、アーチャーキシは一気にベンドアをスパートさせ、ロバートザデビルに、 出し抜けを食わせた。ロバート・ザ・デビルも素晴らしい反応を見せて食い下がり、猛烈な争いの末、ベンドアが頭さだけ先にゴールに入った。数々の不利を跳ねのけ、見事に一番人気に応えたアーチャー機種の機場は、生涯でダービー5勝を挙げた中でも、最も有名な機場の一つとされており、ダービーの歴史に残る名機場とも言われている。 二頭の実力には差がなく、明暗を分けたのは、アーチャー騎手の腕前によるものだと考えられている。その後の騒動、ダービーの後、大騒動が起きた。勝者のベンドアに対し、替え玉2枠が浮上したのである。ウェストミンスター公爵の牧場にいた時代のベンドアを担当していた男が、死の床でベンドアとタドキャスターという馬が入れ替わっていたことを告白していた。 という事実が明るみに出た。これが本当であれば、ベンドアの全出走履歴は無効となる。この騒動は1844年に起きた、ランニングレイン事件以来、競馬における最大のスキャンダルだと言われている。この話によると、ベンドアとタドキャスターは見た目がそっくりで、牧場時代からしばしば取り違えが起きていた。最後に、牧場から調教師のもとへ届けられる際に、 取り違えたまま送り出してしまったのだという、10日間に及ぶ関係者への聞き取り調査が行われた。当時は、牧場の記録もしっかり残っておらず、すべて関係者の記憶による証言に基づいていた。結局、この意義は却下された。例の告白をした男は、ウェストミンスター公爵の牧場を首になっており、その腹犠にデタらめを言ったのだ、ということになった。こうして公式に、 ベントアの優勝が確定した。2011年に、ケンブリッジ大学の遺伝子学の調査チームによる検証が行われた。イギリスの各地には、18世紀の競争場エクリプスをはじめ、様々な名場の遺骨が残されており、これらから採取した DNA と現代の血統症の付き合わせが行われた。この結果、18世紀に遡る、ェネラルスタッドブックなどの血統症は、 思っていた以上に正確であることが確認された。しかし、ベンドアの遺骨から得られた DNA 調査によって、ベンドアとタドキャスターは確かに入れ替わっていたことが裏付けられた。ヨーロッパ最高賞金のパリ大賞典ダービーでの敗戦から間もなく、ロバートザデビルはフランス遠征を行った。6月6日のパリ大賞典は、パリ郊外にあるロンシャン競馬場の3000メートルで行われ、 フランスの一流馬とイギリスの一流馬との対戦を実現するために当時のヨーロッパでは最高額である4000ポンドの優勝賞金を提供していた。フランス側ではプールデッセでプーランを勝ってきたルデストリエを筆頭に8頭のフランス馬がロバートザデビルを迎え撃った。唯一のイギリス馬ロバートザデビルは2.5倍の一番人気に支持された。ロシター機種は 先行集団の後ろにつけ、5番手で直線を向いた。そこからスムーズに加速し、前を行く馬を抜き去って、最後は一番審査をつける楽勝だった。2着には、ルデストリエが入った。ロバートザデビルを共有する2人の場所は、賞金のうち200ポンドを、パリの貧困層のために寄付した。秋へ向けて、パリ大賞店の後、ロバートザデビルは、 ストックブリッジ競馬場で出走した。ロバートザデビルに挑もうという相手はおらず、一頭で走って賞金400ポンドを手にした。ロバートザデビルは次にニューマーケット競馬場で7月に行われるミッドサマーステークスに3.75倍の本命で出走した。ロバートザデビルよりも11ポンド軽い金量を背負ったヒン馬のシポラータが後続を大きく離して大逃げを行い、 ロバートザ・デビルはゴールまで残り1、4マイルから激しく追い上げて、差を詰めたが、あと半馬身のところでゴールとなり、シポラータが逃げ切ってしまった。ベンドアの方は、この頃に前述の不正疑惑が決着し、セント・ジェームズ・パレス・ステークスを勝って、デビュー以来の無傷の連勝を7に伸ばした。セント・レジャーの対決九月十五日に、ドンカスタ競馬場で行われた、セント・レジャー・ステークスに、 ベンドアとロバートザデビルが揃い、両馬の二度目の対戦になった。七連勝中のベンドアが一番人気で、単勝1.8倍で、前走で、軽半での頻馬に不覚を取ったロバートザデビルは、単勝5倍で二番人気になった。当日は、朝からひどい土砂降りで、滝のような雨で走路にも水が溜まり、馬場は、非常にぬかるんでいて、発走時刻の四時になっても、強い雨が降り続いていた。 トムキャノン騎手は、ベンドアを先に行かせてその後ろに一度った。残り600メートルあたりで行きっぷりが怪しくなった、ベンドアとは、対照的に、ロバートザデビルは素晴らしい伸びを見せて、後続を三馬身離して勝った。二着には、シュポラータが入り、ベンドアは六着に沈んだ。ロバートザデビルは、この勝利で6025ポンドの賞金を獲得したが、馬主両名は、 ロバートザ・デビルの馬券で8万ポンド以上の払い戻しを受けたと伝わっている。3度目の対決2週間後の9月28日、賞金2697ポンドが出る高額賞金競争グレートフォールステークスで、ロバートザ・デビルとベンドアは3度目の対戦を迎えた。今度は、ロバートザ・デビルが本命に押された。最後の1ハロンで叩き合いになり、ダービーは、 ベンドアがロバートザ・デビルより頭一つだけ前に出た。しかし、ロバートザ・デビルも激しく差し返し、最後のカンポで逆転し、頭差でロバートザ・デビルが勝った。イギリス最大のハンデ戦秋のニューマーケット競馬場の目玉競争は、ロシア皇太子ハンデキャップとケンブリッジシャーハンデキャップの2連戦で、両競争の勝ち馬を予想する秋の手芸活馬券は、イギリス国内で一年で、 最も馬券が売り上げが多い。ロシア皇太子ハンデキャップはイギリス最大のハンデ戦と称されており、おおよそ2マイル1、4で行われる。ロシア皇太子ハンデキャップへ向けて、ロバートザ・デビルにはもともと8ストーン4ポンドのハンデキャップが公示されていたが、セントレジャーの勝利で2ポンド加増されて8ストーン6ポンドとなった。過去、三歳馬が、 それほどの重いハンデキャップを背負って勝った例はなく、歴代の優勝馬のうち3歳馬で、ハンデが一番重かったものでも8ストーンまでだった。場所のブリュワー,ーは出走させないつもりでいたが、友人たちの圧力に抗いきれず、やむなく出走させた。10月12日の競争当日には21頭が出走した。ロバートザ・デビルの単勝は9.5倍だった。 7ストーン6ポンドを背負うシポラータと6ストーン2ポンドのザスターが5.5倍で一番人気を分け合った。ロバートザデビルは序盤は後方に控え、ゴールまで残り400メートルあたりでスパートすると最後は余裕を持ってゴールした。4馬身離れた二着にはシポラータが入った。3歳馬がこれほどのハンデを背負ってこの大レースを勝つのは空前のことで 近代の三歳馬による最も偉大な勝利、グラディアトゥールに匹敵する偉業などと報じられ、ロバートザ・デビルの全勝案の中で最も重要なものの一つとみなされている。ロバートザ・デビルが得た賞金は1382ポンドだったが、バッシュたちはここでも馬券で8万ポンドを稼いだと報じられている。2週間後のケンブリッジシャーハンデキャップの負担重量は、 もともと9ストーンが予定されていたが、ロシア交代士ハンディキャップの勝利の結果、1ストーン加増されて10ストーンとなり、出走を取りやめた。4度目の対決ロシア交代士ハンディキャップの勝利から2日後、チャンピオンステークスでまたもや、ベンドアとの対戦になった。ロバートザデビルのロシターキシュはスタートから先頭を走るように指示されていた。ロバートザデビルはそれに応え、 10馬身もの差をつけて、ライバルのベンドアを破った。2頭の接戦を予想していた大観衆は、この結果に行転したが、優勝タイムも驚異的な速さだった。このシーズンに、ロバートザ・デビルが稼いだ賞金は1万8000ポンド、あまりになり、過去に例を見ないほどの額になった。この世代で、1880年に5つも、大レースを勝ったのは、ロバートザ・デビルが、 唯一でイギリス最良の3歳馬、これまでで最高の3歳馬と言われるようになった。この後、二人の馬主はロバートザデビルを売りに出した。1万2二千ポンドの値がつき、あるオーストラリア人は1万3三千ポンドを提示したが、馬主が考えていた最低売却価格は1万5五千ポンドで、取引は成立しなかった。ロバートザデビルの4歳初戦は盛り上がりに欠けるものだった。 というのも、ロバートザデビルが出走した5月のニューマーケット競馬場のローズベリープレートには、ロバートザデビルに挑戦しようという馬が1頭もいなかったのである。ロバートザデビルは1頭でこの競争を走り、賞金を受け取った。一方、ベンドアは4月のシティサバーバンハンデキャップを、10ハンデを背負わされながらも見事な走りで勝った。ベンドアとのマッチレース6月3日。 エプソム競馬場のダービー開催で、ロバートザ・デビルは、ベンドアと5度目の対戦を迎えた。ダービーと同じ距離である1マイル半の、エプソムゴールドカップである。馬券は、ロバートザ・デビルの方が人気があった。ベンドア以外の登録馬は全て出走を辞退したため、ロバートザ・デビルとベンドアの二頭による、事実上のマッチレースになり、前例のない未曾有の激しい競争になると、 監修の注目を集めた。アーチャー騎手はベンドアを抑えて、ロバートザデビルを先に行かせた。最後の200メートルでベンドアがスパートし、ロバートザデビルより少しだけ前へ出た。ロバートザデビルも食い下がったが、結局リードを奪い返すことはできず、最後は首差でベンドアが先着した。ベンドアの方には余力があり、予想外の楽勝だったと伝えられている。 ダービーと同コース同距離のレースだったが、走破タイムの2分40秒はダービーレコードよりも3秒早かった。1マイル半という距離は当時の価値観では長い距離とは言えず、イギリスのスポーティングタイムズ紙はロバートザ・デビルにとっては距離不足で本番のアスコットゴールドカップでは逆転するだろうと分析したが、同時に後世まで語り継がれる名レースだと評している。 アスコットゴールドカップこの後、ロバートザデビルはロイヤルアスコット開催へ転戦し、開催中2回出走した。1戦目が、イギリスコバ戦を代表するアスコットゴールドカップで、前年に連覇を果たして引退した2歳年上のアイソノミーが、ロバートザデビルと死ゆーを決するために特別にカムバックするという夢のようなプランもあったが、結局それは実現しなかった。ライバルのベンドアも、 アスコットゴールドカップを回避した。目星相手は、同世代の2 0 0リ年優勝馬ペトローネルと、アメリカ産の3歳馬でこの年のパリ対商店の優勝馬フォックスホールになった。ロバートザデビル陣営は、ペースメーカーとして、エグゼターという馬を用意した。エグゼターは3馬身ほど離して逃げ、ロバートザデビルがこれに続き、さらに、フォックスホールが3番手、その後ろに、 ペトローネルが追走した。ゴールまで残り1600メートルあたりでペースが上がり、直線に入るとロバートザデビルが先頭に立って2番手以降を引き離し、5馬審査で優勝した。エグゼターもよく粘り、ゴール寸前でペトローネルに首差だけ捕まったが3着に入った。レースの後、某貴族からロバートザデビルと エグゼターを買いたいという申し出があったが、2万ポンドという売り値を聞いて諦めたと報じられた。その2日後、ロバートザ・デビルは3マイルのアレクサンドラプレートに出走し優勝した。アスコットゴールドカップとアレクサンドラプレートを制覇したのは史上2頭目だった。ロバートザ・デビルはそれ以降出走せず、秋に現役引退が発表された。ロバートザ・デビルが デビューまでに用した費用は2252人だったと伝えられている。これをデビュー戦で取り戻し、引退するまでに25000本の余りを稼いだ。当時の新聞にはニューマーケットで走った中で最も人気のあった競争馬、我々が長年にわたり見てきた中で最良の3歳馬ロバートザ・デビルとアイソノミーは現代の最良の2頭として、 記憶に残るに違いないといった評価が残されている。1886年5月のスポーティングタイム誌は競馬専門家100人による19世紀のイギリス競争馬のランキングを発表した。この中でロバートザデビルは31票を集めて10位にランキングされた。ベンドアは22位だった。1889年にロバートザデビルが死んだ際には競馬史上 最もエキサイティングな出来事のいくつかに、ロバートザデビルが関わっていると評された。ロバートザデビルは8000ギニーで、種ボバとして売却され、種付け量50ポンドを取る種ボバとなった。ロバートザデビルの代表3区は、シャンペーンステークス優勝馬のチッタボブ、ローザーステークス優勝馬のエルディアブロ、ダービー3着のバンディーマンズランドである。しかし、ロバートザデビルの種ボバとしての成功は、 限定的である。ロバート・ザ・デビルは1889年の春に、バークシャーのビーナム牧場で死んだ。死後、その亡骸は剥製にされ、現在もニューマーケットのギブソンバグ店で展示されている。ライバルだった、ベンドアはスピードを伝える主ボバとして、大成功し、巨大な不景を築いた。その子孫は、現代の主流血脈になっている。なお、ベンドアの一年下の前に、 ローズ・オブ・ランカスターという品馬がおり、その孫に、ローベル・ル・ディアブルというボバがいる。ロベル・ル・ディアブルは20世紀初頭にドンカスター・カップや、シティサバーバンハンデ・キャップを買って種ボバになっている。19世紀のニューマーケットの競馬評論家、ジョセフ・オズボーンによるロバート・ザ・デビルの血統評価は、様々な新聞に取り上げられた。これによると、名馬を生産するには異形の血を適正にミックスする。 ことが必要だという定説を信奉している人々に、対し、そんなのは単なる偶然だということをロバートザ・デビルの決闘が示している。というのも、5大決闘表を眺めた程度では、確かにロバートザ・デビルは、影響力のある強い近親後輩は見られず、様々な決闘が取り入れられているように見える。しかし8代前まで遡れば、ワクシーが11回も出てきて、 ワクシーンの近親交配をしすぎているようにも解釈できる。ありがとうございます。